かけてないからかな。かけた方がやっぱ田中美穂って感じかな。前髪スパン、確かにあれですね、もうお風呂に入ったんですよ。だからだね、もうすごくストレート、髪の毛がすごくストレートですね。だからだね。そう、片耳かけるとかけないだけで私結構顔変わるんだよね。だからかけたらもういつもの感じにちょっとなるだね。確かにこの上着思い出すね。この前のゲリラ配信、暑い。これねめっちゃあったかいんですよ。今日の夜なんかあんまり寒くない気がして、ちょっと暑いかもしれん。ね、変わりますな。ちょっと光が強いな。めっちゃまっすぐ、ちょっともうカールしてないもん。美穂ん中身カーブが、え、すごくまつげがだだ下がり、なんかついてると思ったらまつげがただだだ下がりなだけそう、今日はゆったりとしています。え、なんかついてるって思うけどついてないの、まつげがただ下がってるだけだそう、幼く見えますね。だって今実はリップしかつけてないからリップしかつけてないからだね。もう眉毛すらも描いてないからだね。前髪があるから眉毛描かなくても意外といけてるけど、だからだね。でピンクなほっぺは半身浴で温まったからだねそういうことだね。ちょっともう今日はなんかお風呂にもう入りたくて、もう頭がなんかぼーっとしていて、入ろうと思って入っちゃいました、配信前に。なので配信が珍しくこんな遅い時間です。いつもならもうねほぼ寝てる時間ですね。まつげ下がりまつげすぎて、しかもまばらに下がってるから、もうなんかもうんでんでんでんみたいな感じだけどね。ナチュラルチークになっちゃってます。チークしてないのにほっぺがって書いとこ、がで終わるそう、あとはそう、もうリップだけつけちゃったからリップだけ落として歯磨きして寝るだけだねそう、ちょっと大丈夫かな顔面って思いながらやってます直樹さんかわいい、ありがとう。あっくんもハートありがとう。そう、ここがカーブが欲しいね、ちょっとね。あともうちょっとヘアオイルここにつけた方がよかったね。あのファシャファシャしてるね。最近あの節約しようかなとか思って髪のあのトリートメント行ってないんだよね、美容室の。だからちょっとファシャファシャ系が出てきてるけど、うん、手のオイルで手のオイルでギュッてしてね、キュッキュッキュッてしてね、そうキュッ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 ギュッとして、うんと、おお、ありがとう、ギフト、くまねパパさん、コンペイトありがとう、サンピラーさん、かわいい、ありがとう。いやー、特にね買いたいものがあるみたいな感じじゃないんですけど、ちょっと節約してみようと思ってそうなんですよ、そうなんですよ。今月は本当にお財布からお金を出すという動作を2回ぐらいしかしてない気がするだよね。あとは元からあるペイペイ残高とかで言ってる気がする。パ
セージ見てる、やばい。みほちやだよ、パセおじちゃん。パセから LINE 来たわ、それ。パシェのおじいちゃん、私の配信見てたらしいです。なんでなんで見てたのかな。なんで、ありがとうございます、パシェじいさん、ありがとう。ただいま、おかえり。みほちや、みほちゃんじゃなくてみほちやって来てた。やも大きいまんまで、んがない全部。みほちやはなんちゃらかんちゃらで、みほちやはなんちゃらかんちゃらで、でかい、めっちゃかわいい、みほちやで。パシェのお父さんは私のことを、あの、田中美穂をギュッとしてタホって呼ぶんですよ。めっちゃ面白くないですか。なんか癖ありすぎやろ、おさき家の男子諸君。癖強い、タホです。みほちやことタホです。どうもこんばんは。そう、でも一度も生で会って話したことはないし。そうだから、ね、めっちゃ面白い、どういうことって思った。中身ちゃんの中身なくなった。あ、ミホリアン氏で駅伝出ること知ったのね。なるほどね。そう、めちゃくちゃパシェに失礼なメッセージが、うん、おじいちゃんから来てた、パシェの。うん、そう、カノンさんは中身ちゃんを取ったのに、パシェのお父さんはタホって呼んでる。足したら田中美穂です。そう、不思議な呼び方してる。美穂ちゃんもタホも、まあ可愛い、かわいいけどね。かわいい、かわいいけど。ね、オリジナル。もう今までそんな呼ばれ方したことないもん。タホも、ミホチヤも。ねえ、カノンさんも元気かな。ねえ、名古屋行きたかった、会いたかったけど、また会える機会はあるでしょうと信じて。私が、私がまだ、ね、アイドルとしている間に会いたい、またですね。サメさんとおさきパパで田中美穂だ、どういうこと。謎、サメさん気まずってなる、どういうこと。サメさんに会える、あ、そっか、サメさんに会えるやつありますよね。ね、ゆらさんのイベントだっけな。あの、ゆらさんが、ゆらあかりさんが、あの、私たち勝手に四国観光大使と同じ衣装を着てる写真を見て、ああってなった、これはってなって、ツイートで、そう、あの、後日なんか着てる子たちを見てみたいなツイートも見て、おーってなった、見た。ゆらさんとはね、フォローフォロバーの中でありまして、嬉しいことに。そう、すごく美しい画像がいっぱい流れてきます。そう、衣装がね、そう、夢をガラス瓶に入れてなんですよ。そう、すごいよね、偶然の偶然の。しかも私、あの洋服も たまたまブランドを知ってて、あの洋服、あのワンピースの、そう、それ私も結構好きなブランドだったから、あらと思って、すごいね、そう、たまたまね、一緒だったんです。我が道を行く感じだからね。なるほど、めちゃくちゃお綺麗なお写真がいっぱい来ますね。そう、ガラス瓶の衣装は、なんかガラス瓶って感じの色とデザインとって感じですよね。
これ光強ない？ちょっと弱めれんのんこれ。弱めれんのんか。ちょっと遠ざけたらいいかな。遠ざかったかな。あ、出て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 。あー、影ができるのか。ばばばば。ほ。で、こっちからも当てれば弱く見える。トゥトゥルトゥ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 。明るくなっちゃった。ここに影ができちゃうね。これなんでやったっけな。わ、眩しい。消します。竹松さん、ペンライトありがとう。ありありありっこりそうだね、袖がシースルーでした。あのガラス瓶の衣装最近全然着れてないんですけど。そう、え、 MV 以来着てないかもしれない、もしかしてってぐらい着れてないけど。そう、なんかイヤリングとかもそれぞれあって。そう、なんか靴可愛かった記憶あるんだよな。なんかタップダンスできそうな靴だった気がする。ガラス瓶の靴、わからんけどそんな気がする。こんばんは。よいしょ。ここ固めてなかったらこうやってもう直毛で降りてくる、ここの毛。と今気づいて、やっほー。全然始まったばっかりです、配信。大丈夫だよ。明日頑張って、ありがとう。私ね、走らないんですけど明日。足が走れない足でございまして、本当に申し訳なく、応援隊として頑張りたいと思いました。中美穂、明日はね、改めて告知すると RCC 駅伝大会、女子の駅伝大会みたいなのにね、出させていただくんですけど、私たちマイカーは14時からの、なんかね、8時45分から高校生があって、その後もお昼ぐらいに一般の部みたいなのがあって、その後多分3部目ぐらいの 2時からですね、14時からの駅伝にマイカーの2期生プラスソラハさんで出ます。そう、足がね、ちょっと走れない足でありまして、うなうなちゃんが代わりに私の分も走ってくれるということで、他のメンバーもね、みんな1人2キロぐらいあるんですよ。結構、私は運動できないから結構あるなって思うんですけど、どうですかきつくないですか？2キロずっと走り続けるときつくないですか？なんか2キロ歩く、なんか景色を見ながら歩くとかだったらまだなんかいけそうな気もするんですけど、キロ走るってすごいね。だから私は応援を頑張りたいと思います。コイさん、かわいい、ありがとう。そう、みんなのサポート、そう応援をさせていただきたいと思います。2キロなら10分くらい、あ、なんかゆなゆなも言ってた気がする、どれかなみたいに言っとった。10分だっけって私思ったけど、10分なのかななのかなうなうな駅伝部のエースなりますね。元陸上部って言っとったしな。中学の時持久走で 1.5 キロ。いや、私も高校の持久走なんかそんぐらいだった気がする。だから高校の周辺の、もう普通に街の中は走ってたから、なんか普通に通行人の方に紛れとる感じやったけどね。猫招きさん、ももありがもも。ね、普段から走ってるのはそうなんだよね、わかるけど。そう、しかも距離とかさ教えられてなくて、なんかこの間急遽知ったんだよね。そうそう、私絶対
なんか走れた足だったとしても絶対一番遅いタイムだったと思う。だからすごくうなうなに感謝、めちゃくちゃって感じでございます。10分ならめっちゃ早いで、早いのか、じゃあ私は10分じゃないな、絶対走れたとしたら。どうなんだろう、全部言うなよ、だから走る方が速さ、そんなことはないでしょう。一人でいっぱいきつい思いするよりみんなで分担した方が嫌なこともきつくないはずっていう感じで、うん、走るのも分担した方がいいんじゃないか。まあ多分6分台どういうこと、早くない、早くない？2キロってどこからどこぐらいの距離、そもそもどこから、なんか本通りからどことかだったらどこなんだ、2キロってどのくらい。走る練習ね、ウォーミングアップみたいなのあると思ってるけど、勝手にストレッチとかね、どうだろうかね、本当に。でも14時からだから、あのめちゃくちゃ早起きとかじゃないから、しっかりまあ準備して適度にね、ご飯も食べていけそうな時間ではあるなと思いますけど、高校生の部の方々めちゃくちゃ大変だなって思いますよね。高校生の部の方朝からですよね、すごいよね。だってさ、なんか朝ごはん食べた直後とかやったら絶対お腹痛くなるじゃないですか。だから食べるのかな、食べないのかなみたいな気になるし、朝から走るの偉すぎる。で、駅伝ってあれ、自分がやりたい走りたい県やってるんですよね。本当にすごいよ、走りたいって思ったことないもん、本当にすごい。運動できる人全員すごいと思うけど。モンブランさん、ハートありがとう。どうしてもご飯になっちゃう。駅伝、駅伝、駅伝ね、駅弁じゃなくて駅伝ね。そう、すごいよね、運動できる人すごいわ本当に。スポーツ&MC ユニットなんですけど、ちょっとスポーツも頑張りたいところではあるんですがね、ちょっとね。お、大分のカズさん、ハートありがとう。広島駅から神谷町ホールが2キロ、遠い遠いかもしれない。だって待って、あの電車の、路面電車のあれで考えたらいいんかな、何駅分とか。トゥトゥルール神谷町ホール、エディオン神谷町ホールで、これで電車出発地広島駅、 OK、 どれ見に行く、どれどれ、トントロントトン、トン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 、じゃあ歩いたらの、歩いたら33分、歩いたら33分かかるよ、やばくない、よくね、歩ける、まあ歩ける距離ではあるか、30、歩いたら30、だいたい35分ぐらいかかるかもしれないというところを10分ぐらいで走るのか、すごいなすごいな、本当に運動できる人、走れる人強い。なんか短距離も微妙だし、中距離も無理だし、長距離はもっと無理なんですよね、田中さん。だから本当にすごいな。球技もできない。
急遽はできないよ。うん、お姉ちゃんがやってたバスケを見てただけでルールもわからん。バレーボールもできん、サーブが打てんで、野球もルールがわからん、どこに走ったらいいかわからんとか、卓球もボールどっか行く、ボールって言わないとかね。カバディはやったことないね。なんか英語の教科書で見たことあるけど、うん、ドッジボールもボール飛ばないし、当たるの痛いから嫌だし、やばいね。どれだろう私。あ、弓道はやったことないですね。もしかしたらそこに才能が残ってるかも。全運動の才能がそこにあるかもしれない。弓道部という選択肢がなかったから、あったけどなかったからだね。やってことないからそこに行ってるんかもしれんね。サッカーは無理です。蹴りながら走るなんていうことができません。バスケットボールも同様なんですけど、あの走りながらドリブルをするのが最初ははいって感じでしたですよ。ワンチャン弓道とかな。あ、ゴルフはパパとやってた。小学生ぐらいの時によくゴルフ練習場みたいなとこ行って、でも別にめっちゃうまいわけではないけど、まあまあまあちゃんと棒当たっとる。ゴルフのあの打つやつにちゃんと球は当たっとったけど、うん、自転車はあの電動自転車だったんですよ。うん。うん、あれみたいなね。あれ、うん、はにゃ。ああね、何始めても伸びしろいっぱい。優しいな、めちゃくちゃ褒め上手だね。すごいわ、それは優しすぎる。そうだね、確かに伸びしろしかない。最初から全部できたらね、もうその上がないからね。下にいるから上があるということで、そういう感じだね。うん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 、そうだね。自転車乗れれば OK。 じゃあ乗れます。自転車得意です。でございますだね。あとは、あ、テニス、テニスやったことあるかも。普通どうなん、なんかテニスってさ、なんか、ま、本当にこれに当たってるってぐらいさ、なんかさ、思ったよりこのこれテニスラケットか、テニスラケット大きくない？なんかさ、当たってない、あ、無理だ、当たらんかったと思ったら意外と打ててるみたいな。なんか思ったより面積が広い、あれ。なんか思っとる、自分が思っとるより、意外できないの中でできるかもしれない。ワンちゃんかな。スケルトンって何？透けてんの？何？あ、バドミントンもやったことあるわ。なんか高校のスポーツフェスティバルでやったような気がする。なんかどれにしよう、どれもできないしなみたいな思って、あ、ここ空いてるわ、この枠空いてるからやってみようみたいな感じでやった気がする。バレーボールとあのバドミントンはなんかスポーツフェスでやった気がするけど、別に記憶にあんま残ってないから、多分1回ぐらい勝っとるけど1回ぐらい負けとるぐらいの感じやな。うん、得意な球技ない。バスケ見るの得意、見るの。ダンス上手、優しいな。ダンス本当にありがたいな。最近あんまりダンスの先生に褒めてもらう機会全然ないから、いや私もう下手になったのかなと思ってた。うん、スポーツでもスポーツっていろんな種類あるからいいよね。なんかどこまでもスポーツじゃんね、ダンスとかまでね。だから勉強はこの教科この教科この教科っていうもうないけど、スポーツっていっぱいあるからいいね。うん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 、だね。ダンスかわいい、ダンスかわいい。ありがとう。
そう、お話し会受付中だよ。ぜひおすすめ。感謝枠全部出したいです。ぜひほんとダンス上手くなってる、ありがとう。手先まで美しい、ありがとう。なんかマイキューさんとかのダンスが目指すにはいいかもねみたいなスタッフさんが言ってくれてたので。でもね、全然あのしなやかな感じにできないんですけど、なんで頑張ってます。なんか足痛いからさ、あんまりあのめっちゃバンバンバシバシ踊るっていうより、しなやかに踊るダンスもにやってみようかなって思ってるんだけど、できないよねできなくて、どっちにも慣れてない中途半端な人になってます。今バキバキダンスでもない、しなやかダンスでもない、なんか微妙なとこにいる、クククみたいな感じになってます。いい意味で言えば、どっちにもいけるとこにいるとか言ってポジティブシンキングすればって感じですね。バレエとか日本舞踊、あ、本当？したことないね。でもバレエしてる人ってやっぱり立ち方とか綺麗やけどな。髪がツヤツヤに見える、本当に？ありがとう。嬉しい。お風呂上がりでファサファサかと思ってた。嬉しい。ありがとう。ね、確かにアイドルだから表現力、そうなんよね。そう、表現、難しいよな。なんかこの歌を聞いてどう思いますかとか言われても、なんか答えられない、明確に答えられない人。なんか音楽の授業とかでまたなんかこのこれを聞いた感想とかめっちゃ述べるみたいな、そういうのめっちゃ苦手、なんか表現力系めっちゃ苦手だったから、それが今ダンスにも出ていると思うけど、ありがとう。未経験でどこを目指すか考えられる時点ですごい褒め上手な方が多いルームですね。さすがみほり、見守りたい、みんな。そうね、むずいな。ごきげんよう、やっほー。歌詞の解釈、そうね、難しいな。考え出すとね、全部難しいけどね。やばい、なんかちっちっちまぶたも重たくなってきた。ね、表現力苦手、そうなのよ。なんかさ、作文とかもさめっちゃ苦手だったから、もう作文とかより公式で決まってる計算とか、もうなんだろう、生物とかのあの H2O とかのそういう化学式とか、そういう決まってることとかだったらね、あ、決まってるからね、はい、これで覚えますみたいな感じで覚えられるけどね、作文とか自分の考えを述べようみたいなやつめっちゃむずいよな。そうなんよな。いやー、でもまあ明日は駅伝なんですけど、ね、全然関係ない話に行っちゃったけど、そう、明日早起きじゃないよ、さっき聞いてた。いいけど、そう、明日は14時からだから駅伝、そんな早くないんですよ。いや、小説読むこと、そうだよね、小説あるんだよね、何個かでね、こっち来てからも何個か読んどったんやけど止まってしまったもんね。今時がスマホを触る時間を小説を読む時間に変えよう、頑張るぞ。感想文って自分の思ったことに対して評価されるの嫌だったね、わかる。なんかね、感想文なのになんか点数あるの、あれよなあれよな、ちょっとな。そうそうそう。
明日東京マラソンもあるんだ。広島の RCC の、ちょっと待って、正式名称で言った方がいいかな。RCC の女子駅伝もありますよ、明日。いいねしてるかな。ライオンスポーツスペシャル RCC 広島女子駅伝競争大会。瀬戸セブンさんが過去に出てたみたいで、あのソラハさんが前も出たよって言ってましたね。なんですけど、まあ私はね走らないね、さっきもね申した通り、あのユナユナが私の分まで走ってくれて、他のメンバーも私の気持ちを背負って走ってくれるので、私はね会場にはいるんですけど、応援係になるのかな、なんかはっきりなんか自分の役割は聞いてないんですけど、多分応援係になるのかなっていう感じなんですよ。そう、 RCC、 いつもあのチリメンパーティーをでお世話になっている RCC さんの主催、主催ではないのか、主催ライオンさんとのねやつですね。そうそうそう、総合グラウンド走るやつ、なるほどね。でなんか明日はそのアプリで見れるらしい、それがだから、あーすごい、あここにいっぱい書いてあるわ。9時から高校生の部、11時半から一般の部、14時からが私たちが出る一般の部ですね。開催場所バルコム BMW 広島総合グラウンドですね。IRAW っていうアプリ、なんて読むんだろう、このアプリで、ほらこんな感じで見れます。そうだからね、中継で映ったら見れるかもね、ですね。およそ10キロ、2キロ ×5 区間って書いてある、すごいな。うん、明日は佐竹さんが来るの？そうなの？あ、RCC だから？そうね、チリメンパーティーといえば佐竹さんだし。会えるよね、楽しみ。佐竹さん。お、田中食品さんが提供なの？ふりかけ。私のリュックにいつも忍ばせてます。磯のりと、あの、のり玉を今忍ばせてます。そうなんだ、なんか嬉しいね、なんか久しぶり、そんなことない、久しぶり、あこの間の LINE ライブでお世話になったぶりかな、抽選会とか。佐竹さんは走らないと思うけど、え、佐竹さん走るのかな、え、わかんない、わかんない。佐竹さん司会的な感じ、ゲスト出演でコメントするみたいな感じかな、どうなんだ感じかな。イラウうぬうぬいいえ。そう、田中のふりかけ、福岡行った時は全然知らなかったけど、こっちに来てそう知って、田中のふりかけのなんかちっちゃい、あの1回分とかお弁当とかにつけれるサイズのふりかけが何種類も入った大袋を1回買って、その中でね、最初に好きなのり玉がもうすぐなくなっちゃったんですけど、その後に、待って、磯のりも美味しいぞってことに気づいて、磯のり推し、私は、になりました。でも磯のりの大袋ってなくない？あるん？あったら欲しいんだけど、田中のふりかけさんの、なんか旅行の友は大きいのあったみたいよ。けど、磯のりなくない？磯のり欲しいんだけど。なんかね、本当に海苔、めっちゃ海苔って感じのふりかけ、めっちゃ美味しい。そう、
ね、ふりかけ好きなのかなくなる。そうなんよ。で、あんま好きじゃないの残ってしまうよね、いつも。それ状態です、今抜け出せない。でもやっぱ好きなの食べたいから磯のりはリュックに入れちゃうっていう。そう、うんうんうん、美味しいよ。なんかふりかけを買ってハマった。だからイカ昆布もハマった。そうそうそう、なんか大袋でふりかけ買うとさ、一回開けたらもうなんかやっぱ早く使い切らんとって思うけど、あの一回分のやつがいっぱい入っとるふりかけはやっぱいいよね。なんか持っとったらお弁当とかにもかけれるし、お家でもね、そのすぐにパパってかけれて、しかもお家やったらお茶碗とかでおかわりできるから、いろんな味を一回で食べれたりするからさ。そう髪に良さそう。あー、だからかな、髪黒髪保ててるの。磯のりのふりかけ好きだからか。でもちょっと最近傷んでるんですけど、うんうんうん、ね、うんうんうん、そう、使い切りのふりかけめちゃめちゃ良いです。好きですね。田中のふりかけの CM、 え、見たことないです、ごめんなさい。やっぱ福岡おったけん全然知らん CM とかもめちゃくちゃある。こっち来てウォンツとかもなかった、あるんかな、わからん、 なかったし、私が見たところではし、そう、広島とかではウォンツっていう薬局が有名で、もうほぼそれがめちゃくちゃ本通りとかにもねあるんですけど、そうだけど福岡では一回も見たことなかった。私はコスモスとかなら見たことあったけど、ドラッグ森とかはあったけどみたいな、とかをうんつをうんつみたいな、めっちゃ CM やっとる、もう新鮮みたいな感じだった最初。そうそうそう、だから結構まだ知らないこともありますね。そう、そう、え、コスモスと森見たことない、あれ逆に福岡も、福岡しかないのも言ってしまったのかな。コスモス福岡発祥なんだ、なるほど。なんかコスモスはあるよね、広島にも結構見かけたピンクのやつ。あー、関東の方にはないんやろうな多分。関東は絶対松本清でしょぽいなと思うんだけど、どうかな、松清でしょ、都会っぽいも松清って。なんかあとなんだろう、あとなんだろう、あー、ツルハドラッグ、確かにそれもあった。あと新生堂とかはどう。新生堂も福岡の時は結構なんか新生堂の商品の羅列めっちゃ買い物しやすいような気がする、個人的に。だからすごい新生堂信者だったけど、めっちゃ行ってた新生堂がなんか潰れちゃって、すごい新生堂迷子になったんだけど、そう、広島はね、ウォンツと、そうだね、ひまわり、スーパードラッグひまわりってやつね、もう覚えちゃったじゃん、広島の人だ、ちょっと。そうが多いねと思った新幹線の窓からコスモス見えると地元帰ってきたか、なるほどね、そうなんだ。新生堂も初めて聞いた、嘘でしょマジ。新生堂ってなんかめっちゃ都会感あると思ってたのに、新生堂の発祥はなんだろう、発祥どこだろう、新生堂薬局、新生堂、あ、熊本なんだ、だからか、九州だった、あ、ん、え、ん、今は福岡市に本社がある、でもそうなんだ、だからか関東の方と全然ドラッグストアだけでもこんなに
分かんないことが結構あるんですね。 CD ショップなの新生堂、そうなんだ。あの漢字が違うわ新生堂の。あの私たちの新生堂は新しい生きる堂です。その堂は一緒だね。あコスモスも宮崎発祥で今は福岡本社、そういうの多いんやね。新生堂も一緒やね、熊本発祥で福岡本社。すごいな、福岡に来てくれてありがとう。新生堂の生が星じゃなくて生きるってやつだ、私たちのやつは。私たちのではないけど。ですね。なるほどね。なんか地域によって違う、あの違うなんだ文化っていうか、そういうのあるの面白いですね。なんかその地域っていうか、あの出身地のこだわりじゃないけど、なんかそういうのとかも、あのこの間収録したあのキュン、すだちでキュン、すだちでキュン、徳島のラジオで結構話しましたよ。徳島のことについてもだし、福岡私の出身地についても結構、まあ、中身は聞いてからのお楽しみなんですけど、そうこの間初めてね、2期生で初めてらしい、ちゃんと出るのは。そうすだちでキュンが月曜日だっけね、月曜日の23時頃ね、放送予定のやつに出させていただいておりますので、そちらでも結構福岡のことにも触れてるのでね、見てください、聞いてください。あのねラジコプレミアムだっけな、それだったら全国でも聞けるみたいです。そう、おー、それだけを毎週聞いたので楽しみ。おー、来週の月曜、そう7日、あと2日後ですけど、そうです、まひなさんとぜひぜひ聞ける方聞いてみてください。ちょっと夜遅いけどね。そうそう、じゃあでもやっぱ11時過ぎると私はもう眠いみたいですね。もう今日もお疲れ様みんな。目つぶってる。お疲れ様です。そうプレミアムだからちょっと、うん、プレミアムなんですけど。寝落ち配信、このままえ、でもワンチャンこれ目、確かに目一回つぶっちゃったらもう危ないと思う。つぶらんどけば勝てるけどね、もう寝落ち配信はしないので、ちょっとそろそろ終わろうかなと思います。ふんふん、恋さんかわいい、いっぱい来てた、ありがとう。さあということでランキングいきたいと思います。では22位のみほりん賞からいきます。22位はこんすけさん、そして13位は、オロチさん、12位神谷あずしさん、11位かんちゃん、10位ダイサーと初段ボーイズさん、9位くまねパパさん、8位あすみずきさん、7位レグルスさん、6位アスパラさん、5位リーツさん、4位コイさん、3位アクアと自称ミホパパさん、2位チョコミントリス、そして第1位は竹まつるさんでした。ありがとうございます。さあじゃあ寝落ちをしないうちにね、終わりたいと思います。今日も来てくれてありがとうございました。
日曜日をいい日にしてください。では最後にじゃんけんしております。最初はグー、じゃんけんグー。ありがとうございました。おやすみほー。